何が起こるかわからない。今度こそ。どこだ？ここ。まさか、ここは。創造主の部屋だよ。あ、オーバン！少女の幽霊、どうしてここに？ここはな、ハセオ、偉大なクリエイターがザ・ワールドに残したブラックボックスの一部だ。知識の蛇さえこのエリアの存在を知ることはできない。ここには紙作りの物語、ザ・ワールドの H のすべてがある。それはまさか黄昏の秘聞。ご託はもうたくさんだ。未帰還者も死のを治す方法をあんたは知ってるのか？方法？未帰還者を元に戻す？何がおかしい？なすこと自体は簡単なんだよ、ハセオ。だがそれを元に戻すことはとても難しい。わかりやすいように例えてあげよう。一度混ざってしまった紅茶とミルクを君ならどんな風に分離する？できはしない。そもそも分離する必要がない。てめえ。だが思い出せ、ハセオ。アイダサーバーを抜け出した時、アイダサーバーの元凶を退けた時、未帰還者たちの意識が戻ったことを。俺を倒せば万に一つの確率でシノの意識が戻るかもしれないな。もっとも、あくまで万に一つ。確証などどこにもありはしないがな。オーバン、てめえ。さあ、俺を倒せ、ハセオ。そしてお前の真実を奪い返すがいい。くぅー、行くぜ。おい、あ、ちょっと。ほら、ほら、ほら、セロくんを。落ちろ、ここは天使。ほら、ほら、ほらよ。大将つばめ返し。
超つばめ返し。やっぱり
まだだ、まだ足りない。どうした長谷王、お前の力はそんなものか。俺を倒せ、喰らえ、引き裂け。八層のうち七つまでもの力を喰らったお前のアバター、真に成長したお前の死神で俺を倒してみせろ。今度こそ二度と復活せぬように、死のを取り戻すために俺を食らい尽くしてみろ。来たれタイタンコルベニク。はなんだな、オーバン。分かったよ、やってやるよ。それが望みだったんだな。それであんたの望みが叶うなら、食らい尽くせ。